こんばんは。レジ研究家 VQC リュウ&カッチャンネルでいきます。はい。ゴー皆さん。夜のお島、はい。さっきね、あのね、道具を出してたらね、ヒールのね、足音が聞こえてるんですよ、さっきから。やめてください。怖いっすよ。マジ怖いんすよ。さあ、皆さん、これで行ってみましょう。マジやべえな、お前。今のさっきの何やったんやろ。勘違いかと思いました。違う、俺はもう勘違い。いや、俺、リュウ君がさ、はい、鳴らしてるんかなと思った。全然違いますよ。ていうかさ、今さ、ごめんね、後ろついてきてるんですよ、誰かが、はい、振り向けばやつがいるってやつ。やめてくださいよ。は大丈夫ですか。知らないよ、僕だって、ここ僕、初めてですよ、この島の夜。気持ち悪くない。もう大丈夫、今のところちょっとビビってます。マジでビビってる。俺もだよ。震えますもん。寒いでやねえのか。これすげえ寒いぞ。お前あったかそうな格好するのに。これ春先だぞ。いやマジで、なんなら後ろからなんか圧が来て、そう、早く前に進めて、なんか押されたら、なんかどっかに誘導されてるような気分だよね、今。だから自然と勝手に前に行く。僕違う。なんか後ろの人から離れたいような気分。今すで焦っとるかもしれない。え、だって早いですよ、歩くのが。だって、いや、これ気づかん。気づいてるよね、後ろから何かが変な。いや、気配は感じます。でしょう、はい、いや、怖え。いますか。今いる。見えるかな。やっば、今前に行ったぞ。上に飛んだでさ。おい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 、これ誰もいない。お島やば、やば。さすがに釣りしてる人はいないでしょうね。ていうか長く感じる橋。なんか長くわかんない。ね、なんかすげえ急いで来た。さあ、皆さん、ちょっとね、雨がパラパラパラしてきています。後ろやっぱ気になるでしょう、はい、俺も気になるんだけど、ずっと後ろがめっちゃ感じます。でしょう、ずっとするような、この恐怖心、恐怖。すごいっすね。すごいっすね。誰もいないよ。初めてじゃね。いや、僕初めてですよ。さあ、これで今から、皆さん、リュウ君とカッチャンで行きます。誰もいない、本当にいない。誰一人っ子いないんですよ。はい、誰もいないですよ。誰もいないんです。車の駐車場もゼロ。うん、さあ、そこで僕らが行ってみましょう。何ができるか。ね、鳥居があります。いつもの通りに、いつもの通りに、通りでは、失礼します。失礼します。さあ、登りましょう。うわ、怖っ。やっぱ後ろがすげえ気になるんやと。俺、あれが今、灯籠があるやん。はい、うん、今、灯籠のとこにいるんですよ、左側の。はい、うん、あ、今なんかこれ喋った？喋ってないですよ。まあ、女の人の声聞こえんかった？リュウ君の後ろから。
え、やめてくださいよ。え、あ、開けっぱなんだ、ここ。本当だ。怖っ。さあ。うわ、やだな。気合入れよう。気合入れよう。しゃ。人間って怖いと笑っちゃうって本当です。ですね。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってます。何年ぶりやろ、こうやって新宿来るのも。え、僕、ほんと18年、18歳の時ぶりですよ。こんな。それも2人で。2人ではなかったけど。そう、俺らいつも2人やからな。いや、ムイ君がすごいなと思います。ムイ君、え、今パチンっていった。え、パチンっていった。どうする、こっちか。そら、さっきからパチン、ほらほら、あ、聞こえます。パン時計回り行ってみる。行きます。行きましょうか。はい、よし。気配しか感じないですけど。うん、すごい気配感じる。はい、やばい。これどっち系だっけ、俺ら。こっちです。こっちじゃない、多分こっちじゃない。こっち、なんかこっちなんだ気がしなかった。こっちでしたっけ。うん、じゃあこっちから行きますか。行きましょうか。僕だと違う足音が聞こえない？後ろから。うん。大丈夫？そう、俺ね、横に引っ張られてるのよ、今。ここ押されてます。あれ、こんなんなかったぞ。これ絶対これ。違うよな。俺たち、川に呼ば、あ、海に呼ばれとる？今足が引っかかった。リュウ君、なんかやっぱ狙われてます。狙われてます今。